CGS オーガの皆様こんにちは神谷聡平です本日も超日本史茂木さんともにお送りしていきたいと思いますよろしくお願いしますはい模擬誠ですお願いしますあのなんか態度がでかいって書かれましたんであの謙虚にやりますそんなこだわが思っていませんので <laughs> <laughs> はい、あいつもねこうお話ししてる時すごいフランクなんですけどやっぱカメラが回るとどうしてもなんかちょっとかい感じというか真面目な感じなんですい<や>それがついね学生に喋ってるように喋っちゃう、まあ、職業部員ですよね,あなるねすみません、うん、いやでもやっぱりでも本当にあのっとすわけじゃないですけど。はい ふ普段お話しするときすごくフランクで、はい、あの楽しい感じでカメラを割ると確かにちょっと硬い感じになるなと思ってたのでいつも通りにお話しいただければ、はい、いいんじゃないでしょうか。はいはい、ということで、えー、前回までで平安時代が終わりましてですね、はい、まあ終わったというかだいこう流れを見てきて、うん、まあ今日からこういわゆる武士が日本に登場してくるということなんですけどじゃあ武士がどうして誕生したのかというところがですかね。はいあのー 消費税が10%になるならないでちょっと今問題になってますけども、はい、財務省の言い分はですね日本が財政破綻すると言うんですよね。うんはい、ねでそのことに、まあ、私は疑問を持ってますけれども、はい、あの過去に本当に財政破綻したことがあってですねこれが平安時代です。うんね、で平安時代っていうのは要するに平安というかその,その前の,あの律令制度っていうのはですね、はい、基本的にその あれは社会主義ですよね。土地は全部国有であって <laughs> で人民を国家が管理するというですね、はい、あのどこのソビエト連邦ですかみたいなそ,そういう体制なんですよね。うん、でうまくいくわけないので,、はい、でソ連が崩壊したようにまずその中国のその体制が崩壊してしまって。うん で、えーと、私有地がザーッと広がってしまってそうすると国家はその国有地から税金が入ってこないと財政が破綻して、うんはい、で、えーと、党はそうやって衰えていった結果北方民族が、はあ、相次いで入ってきてしまってで、崩壊すするんですね。うんはい、もう本当に、えー、悲惨な最後を遂げるんですけれども、うん、で、同じようなことがその律令の体制を学んでし,しまった周辺の国々朝鮮半島の新羅ですとか、うん、あるいは日本でも当然起こったわけですよ。はい うん。ところが、あの、日本の場合はですね、まあ島国だったということですね。あの、国家体制が崩壊しても、なかなか外から攻めてもらえないというですね。だから、なんか、だら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 、そのまますくというですね。はい。はい。まあ、けうな。え。で、例えばですね、あの、桓武天皇。桓武天皇が。はい、もう金がないからと言ってですね。はいえー、常備軍やめました。<笑><笑> そうだったんですか見ましええと七百九十二年だからあの幕府与一す平安京の前だ。い。あのいやすぐあったですね。はい。あ前ま前ですね。前ですね。前にあのもう金がないからと言ってええと東北地方で出雲と牟津あとは九州はあのあ一応置いといてそれ以外の常備軍を軍団って言んですけどもそれを全部やめてしまった。はえもう非武装国家になってしまうとですね。はい。 で、それからですね、佐賀天皇っていう方がですね、はいあの、死刑制度もなくしましまた<ー>えで。これはちょっとまた違う理由であの汚れ思想といって、うん、その血を流すことを嫌うというですね、まあ、これは多分その神道の、まあ、汚れお祓い清めるっていう教え、はいうん、プラス仏教の殺生禁断というのが混ざったと思いますけども、はいうん、そういうことで、えー、そうするともう警察もほぼ機能しないというですね。まあそですね。 時時代代ですよね、はい、平安時代っていうのまあだからよく平安時代はね平和だったっていうふうに言われますけどまあ平和じゃなかったから後半武士が台頭してきたっていうね。そうで,ね、うん、でその常備軍もあの解体され警察機能もなくなってしまった結果、うん、日本列島は平和になったかというと、うん、逆で、はい、もうすさまじい無政府状態になりました。うんはい で、えーと、地方からの税金はですね、途中から襲われるわ、うん、盗賊どもに、はい、えで、もう力の強い者が弱,弱い者を奪い取っていくという、まあ、そういう修羅場になりまして、うん、そうすると自分の財産を守るためには武装をするしかない、うん、わけで、はい、農民たちが。うん、えでこの、えー、と武装農民たちが、えー、武士の一つの源流ですよね、はいうん。それ以前も、は あとは、東北地方の先住民族、恵まあ先住民といっても先祖は縄文人ですから仲間なんですけども、要するに朝廷に従わなかったいろんな部族がいてそれが坂上田村麻呂なんかの遠征に敗れて降伏してそのまんま日本軍に編入されていくというこれ、不っといいますけどもこれが武士のもう二つの起源で。すね。 とということですね。それがでもこう武士って言うとですねもうご覧あたまた、あ、教科書の知識ですけど、はい、まあ源氏と平氏というふうになってくると思うんですよ。これが奇妙ですよね。で源氏も平氏もともとは皇族だっていう話になっていてあれは何なのかというとですね、えー、とつまり都の貴族の中で凄まじいこう権力闘争がありますと。はいえ その役人のポストは決まってるわけですからね。うん、その奪い合いがあるとで、まあ当時はまあ小だだい子沢山ですから、うん、そうすると,、えー、とかまとまらな官職を得られない、えー、貴族や皇族が山ほどいたわけですよね。はい、そうすると、えー、都にいてなんかあのー、つまらない官職についてね、はい、落ちぶれていくよりはなんなんか新天地を求めようという人たちがいてですね。で要するにまあ都を落ちしていくわけですね。うん でそれがあの地方の武士団に担がれてしまうというこここういういとが起こるんですね。うん、ああ、はい、じゃあ朝廷から「君たちは武装しなさい」って言われたわけじゃなくてなくなく逆に地方にいたそういう農民とか江夷市の末裔とかの人たちに、はいはい、権威ある人が担がれていって,担がれていくボ,ボスとして、うんええ、で、当然その婚姻関係も結ぶんでしょうね。はいええ で、例えばカーム平氏っていうのは、はい、あのーム天皇の血を引く高持王という皇族がですね、はいえーま、関東に、うん、あの落ちていって、はい、でそこでその「武士団にがれたんでで、すよね。平」っていう姓を朝廷から頂い,いて、はい、であの皇族の身分離れて、うん、っていうことなので。はい うん、で、うん、その一族からあの有名な平将門というですね、はい、あの武将が現れるんですね。なるほどああじゃあそれがだからあれですねあの勝手にこう、何だろうその源氏兵士という皇族の末裔の方々がこう武装集団を作っていたというよりももともと地方に武装集団があってあったそこに乗っ,かった乗っかっていったと。そうですね。お おですよね今でもねありますもんねなんか変な詐欺師の人たちがですね皇室の末裔だとか言って語ってその権威をうまく利用してね人を信用させたりとかだからいつも時代も日本は皇族と続いてますから皇室がいらっしゃいますからねそういう人たちを担いで。 やろうという人がいつの時代もいるんです。だからまあ今にとと例えて言うとですね、まあ地方のその何とか組がですね、あの皇族を家督みたいな話ですよね。とんでもないですけどね。え、あ、武士のスタートってそういうところだと、そういうことですね。はい。それがだいたい十世紀ぐらいの話になってるんですね。はい。それであの平の政かとの話ちょっとさせてくださいはいはい。 でえー、と平野正門という方は桓、ね、武天皇の血を引いてるわけですが、はい、もう完全に武士です。今の,あの茨城県の西の方に、はい、あのいた人ですよ。はいえー、でそこにですね、あの中央から、えー、と国司国司ていうのはまあ今でいう県知事ですね。うんうん で、県知事が派遣されてきて、で、県知事もですね、全くやる気ないですから。あの、何やるかっていうと、ひたすらその現地の人間からですね。あの、賄賂を取るというですね。あの、賄賂 <laughs> を取るのが現地の仕事。え、でも、接待する、接待するって、もう、はい、大変ですよ。うん、それで、あの、む、む武蔵、武蔵の。今の埼玉県と東京と横浜ですけれども。はい、の、その県知事、えー、が、派遣されてきて。 ええ、でそれがその要するに現地でたかりまくったんですね。でその現地の武士たちが困り果てて、はい、でその正門のところに相談に行ったんですよ、うん、なんとかしてませんかっ,って、はい、<laughs> で正門がおい「いい加減にしろ」ってこうたしなめに行ったんですよ、はい、そっから始まったんですよ。うんええ、でそれをその県知事の側はですねこれは反逆だっていうんですよこれおかしいじゃないですか。うんね、か悪くないですよ、うん、全然 で、これがいわゆる「政琴郎」ってやつでそれで、それからですね、さらにその、派遣されてきた県知事の、まあ、副官だった男がですね、はい、これがまた落ちぶれた皇族で浮世うっていうですけども、うん、これがなんと政琴に願えるんですよ。うんうん、<laughs> それでなんて言ったかっていうともうお前はもう反逆者なんだから、うんね、あの一つの国を奪うのも関東全体を奪うのも同じだから、うん、やってしまえってあお <laughs> うんですよ。<laughs> <laughs> そうなんですよね。でまたまさかまさか乗ってしまってですね。じゃやるかって言って、それであのあっちこっちのですね、もう群馬から栃木から茨城から千葉からね埼埼玉から次々にその県県庁を襲ってですね。でそれでついにあの日本国から独立を宣言するということです。で自ら新の新しい天皇新王と称したんですよね。 でこれがまあ反逆ですけれども、はい、ただ考えてみたら正門は皇族なんで、うん、遡ると。しかも男系ですからね別にいいんじゃないかと思うんですけども <laughs>、ええ、だからそこであれですまあまあ威風はないですけど、ね、朝廷と交渉して、うん いや、この管轄は我々の方でやってちゃんと上納しますからって言ってバーターしてるたら一つの行政区今でいう政令都市みたいな関東政令区みたいなそういうのができたかもしれないですね。これは後に頼朝がやったのと同じことであって頼朝が天皇にならずに天皇から将軍に任命されてっていうことでうまく折りえつけたんですよ。そこがちょっと下手。 いやまあ,あで、ね、逆にのマサカドがいたから頼朝と学んでたのかもしれないですね。あ、それ言いますね。うん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 。結局だからあのねあのタイヤも見てますから、あ結局そあそこのラインで行こうとすると、はい、ダメだから別ライン作って、はい、うまくバーターした方がいいよねっていうのを彼は学習したのかもしれませんね。はい、はいはい、バーターっていう言葉はちょっとあれかもしれませんけど。はい。<laughs> はい で正門の伝記が残っていましてね「弔問、はい、記」って言うんですけどもその中にその正門の言葉っていうのが残っていましてですね、はい、で彼はこう言ってるんですね「<laughs> 今の世の人は勝利者を君主とする」「日本にはないけれども外国に例があると」と、はいえー「大吉丹王は墓海国を滅ぼし、うん、東丹国と改めて支配した」はい「これは実力による支配以外の何者でもないと」と、うん、こう言ってるんでこれ何のことかって言うとね、はい ちょっと前にですねあの大陸で、えー、と前回やりましたあの「墓海」っていう国がですね、はい、滅ぼされたんですね、うん、で、まあ、今の満州今のっていうか満州にあった国ですけども、はい、でそのモン,モンゴルの方から、えー、キッタンもしくは領っていう国が騎馬民族がこう攻め込んできて、はい、で墓海を滅ぼしちゃうんって言ったんですよえ、そのことを言ってるんですよ。を奪ったように、 俺もあの実力で日本からですね、えー、関東を奪い取って何が悪いんだって言ってるんで、うん、このちゃんと情報が入ってるっていうですねこれすすごいいじゃないですか。まあでもね前回までの話でやっぱりそういう向こうの方からね国葬送ってきて調候してたみたいなことありますから当然。 そういういの。しかもね、東北ルートで多分入ってきてるでしょうから新潟あたりからね、ね入ってきているでしょうからうん、うん、関東の方が都よりもも近いですもんね、うん。結構ね、日本海を通してね、連絡があったんですよね、うん、おそらくね。うんうん、で、えーとまあ、最終的にその彼はあの敗れました敗れたっていうか、はい、まあこれは運が悪かったんですよね朝廷の派遣した軍隊これも武士団なんですけど戦ってる最中に。あの <laughs> 流れ屋がっっち,ちゃってですね、はいうんで、頭に刺さっちゃってそれで彼が戦死して、うん、でも将門っていうカリスマが死んじゃったんで、うん、その反乱軍は、えー、と総崩れになって、うんはい、で彼はあの彼の遺体はですね、うん、あの首をはねられてということになるんですよ。でこれはあの伝説ですけれども、はい、その都でねあの京都でさらされた将門の首が飛び上がって、うん、関東に戻ってきてですね、うん で、今の東京の、あの東京駅のそばに、はい、落ちたと、はい。で、そこに、今、あの将門のね、首釘、はい、塚っていうのが立っていてですね。うんえー、それを、あの撤去するとた、祟たりがあるって、誰も触れないっていうですね。うん、ただ、同時に、その将門っていうのは、関東の守り神でもあって。はい、あの、東京のですね、神田明神っていう神社があります。うん、その守り神が、将門なので。はいでね、だから、特に関東の人たちは、将門のことを、うん、あの、なんとかそ、そんな。 恨むころかと。うちにも将門のおふたがありますけれども関東ありますもんね神田明神もそうですしいろいろ兜神社とか兜町のところにありますからそういうのもあってこの間ちょっとあれだって僕も将門ゆかりの神社をいくつか回ってきたんですけどちゃんと一個一個残ってますしね。 で、こういうい反逆者を神と祀ることをですね、許してしまうというのも日本の文化の特徴であってでも朝廷から見れば反逆者かもしれませんけど、うん、地元から見たらまあ自分たちの権、ね、益、ね、を守ってくれた英雄という見方がありますよねうん、うん、だから菅田道真とかそんなのも、ねうん、たたり神になるっ,つってですね。そうですねはい。祀ってますからね。うんうん さて、えっ、ー、と、そしてですね、その後、何が起こったかっていうとですね、えっ、ー、と。侵略されました。はい。はい。この、この、無政府状態の中、侵略受けたら、どうなるかっていうことですね。うん、はい。で、襲ってきたのがですね、えっ、ー、と、とと言います。はい。はい。で、刀っていう字に、伊豆のいと言いまして。うん、はい。で、これは何者かっていうとですね、あの。女真ですね。 除神というのは先ほど申し上げたの生き残りですはいだからずっとここはですね古くは高ウクえ、で高句麗から墓海になって墓海がたんに滅ぼされたそのまた生き残りがいてこれが女神といでこの時は国家がなくてバラバラになっていてちょうどこの日本海のすね、あの沿岸の今の あのロシアの沿海州からノースコリアにかけてでで、す、ま、ね、あ、狩りをしていた部族で,でそれが時々海に出てくるということですね。でこれがあの南下をしながらあちこち略奪していってですね、はいはい、で、えーとまあ、こんな感じでこうるんですね、はい、で朝鮮半島は新羅が倒されて高麗に変わってます。 なんで「遠い」ってわからないんですけどもしかしたら東の恵比寿で「遠い」の発音が「遠い」になったりますでその頃、日本は何やってるかっていうとこの有名な「ですね、道長」ですねこれはもう小学生も知ってますよね「この世をば」「我が世とぞ思う望月のかけたることもなしと思えば」とこれは自分の娘が確か3人目かな。 天皇の妃になって、はい、ああ嬉しいっていうまあ、しょうもない歌ですよ。<laughs> はい、<laughs> だからなんだったんですって。うん、え、まあこの人もね、もう本当にね。この人の人生から学ぶことって何もないですね。ただの私利私欲。ただの私利私欲。え、それでですね、あのー、ちょっと、まあどうでもいいんですけども、その藤原氏の経図を出していきます。はいはい、はい。で、あのー。 藤原氏の中でまた一族,一族争ってるっていうですね。うんうん、そういうことです。はいはいそれでえっ、ー、と道長さんっていうのは実は四男でお兄さんがいてですね。お兄さんのこの道長さんって人があのセシオ乾パクだったんですが、はいはい、あのー、この人はですね酒の飲み過ぎでですね、うん、まあ今でいう糖尿病です。はいえー、で水水って流してるんですよ。うん、はい。 それでえっ、ー、と当然その息子たちが後を継ぐはずだったんですが、はい、そこで弟の道長と息子たちが権力闘争を始めると、うんはい、そういう話ですはい、うんはい、でえっ、ー、となおこの道高さんの娘の一人が、はい、あの 帝子っていう人で,、はい、で一条天皇のおき先になってまして、はい、でこの、えー、と帝子にお仕えしていたのが清少納言という方ですね。ので、えー、この道長のライバルであるこのコレチカと高家っていう兄弟がいまして、はい、でコレチカって人は、えー、ちょっとあのメンタル弱い系の人で。うんえー で、なんかすぐうつになっちゃいましたけども、はい、あの高い絵が逆にですね舞踏、まあ、派なこれ珍しいですねのにでもう喧嘩が大好きで、はい、もうガキの頃からもうしょっちゅう騒ぎ起こしてるっていう、はい、そういう人であって例えばあのお,お兄さんのコレチカがですね、あのー 当時の火山法王って方、この人もちょっと問題ない方なんですけどもちょっと精神的に。でこの火山法王とですねあの女性関係で揉めるんですよね、うん、要するにその火山法王が通っていた先の,あの女性をコレッチガが,が惚れててですね、はい、えそれで俺の女に手出したのとか言ってですね、はい、揉めるんですよほんとくだらない。<laughs> えでその時にあの弟のた高井がですね、はい、兄貴俺に任せろとかですね、うん、それでそのね その家に通ってきた火山鳳の、はい、あのぎぎしちゃ牛が引く車ですか。はいはい、あれをですね、屋で犬屋で犬いたというですね。はい、で火山鳳の袖にそれが当たったっていうですね。はい、それそういう男ですこの高いやっていうのが全然こう。<laughs> いや、なんか、その時代、もっと、お、恩恵にやってたのかな。いや、いや、そうです、そう異常です。異常。なんです。ね。それで、あの、まあ、道長からですね。あの、もう、あんなやつで、もう、しょうがないってことで、お前、あの。出てけってことで。で、まあ、結局、彼は、その、権力闘争に負ける形で。あの、自ら志願してですね。うん。太宰府に行くんですね。九州に。太宰府に。あの、菅原道真が、道真が流されたとこですよね。これは、すごい偶然で。 で、この武闘派の高家が、はい、太宰府にたまたまあの左遷された時に来たんですよ、都、はいが。がはい、なるほど。それで、あのー、後の原稿と同じルートを置きまして、ねはい、最初は対馬、えー、を襲います。 で、も対馬一家でこれがもう大暴れしてですね、はい、で住民は殺すわあとあ、農民が使っていた牛馬をその場でばらして食っちゃうとですね。当時、日本人は牛馬っていうのはの農,農作業に使うもので、はい、食うもんじゃなかったんですよ、うん、みんなが然とするんですねあと多くの対馬一家の農民を奴隷にしてですね、連行していくっていう話で。 でそれが、えー、とついに博多にやっていくんですよ、うん、数百隻の船が。はい、えで最初な、何者かも分からず、言葉も通じです、ね、えでとにかく高家がですねあのこれは徹底抗戦するって言ってでその九州の武士団に動員かけてですね、はい、戦うんですよ、ね、実際に、はいうんえ。戦って勝っちゃうんですよ。はい それで、あの「よし、追撃だと追いかけていくんですよ、うんまあ途中で見失ったということであとで高麗から使いがあって、うんはいね、であのいやあの、あいつらから日本人捕虜をあの奪い返したから送り、はい、届けるかと言って、うん、で、「あ、高麗でもなかったんだ分かってです、ねうん、いろいろ聞いてみたらあれはいや、もっと北方の,あのトイというやつだて分かったんですよね。はい はい。でまあことなき得たんですけども、はい、えっとこれはちょっとね後の原稿のですねモンゴル来襲の予行演習みたいな感じだったんですね、うん。なってると。えー、でもそのことほとんど教科書とか書かれてないじゃないですか。ほんの二三行じゃないですか。日本史で。えー、でも数百隻の船って言ったら相当な規模ですよね。よねえー、まあ一つのまあ戦争と言ってもおかしくないぐらいの規模じゃないですか。うまあ、相手は国じゃないですけどね。はい。えー、それで。 えっと、で、その報告が、あの朝廷に行きました。はい、ええー。それで、あの。公家たちがですね。はい、あのしょうもない公家たちがですね。うん、会議を開くんですよ。うん、ええー。で、えっ、ー、と、二つの議論が出ました。で、一つはですね。藤原の金藤っていう有名な家人ですけれども。はいはい、えー、彼はこう言ったんですね。えー、今回の戦いは。朝廷が直布、要,要するに、あの戦闘命令を出す。前に。うん 高い絵が勝手にやったんだと、はいうん、戦いを。えこれは私の戦い死闘であって。うん、よって朝廷は関与しない。はい、<laughs> ええー、恩賞を与えないって、こう、うん、こういう。もう無責任に極にない議論を出すんですよ。うん、に対して、えー、藤原実之助っていう人ですね。はい、こう言ったんですね。今回は族。異民族に、千人が拉致されて。うん、数百人が殺されてると。うん、えー。で。 で、会議が戦ったんであるからもしこれに恩賞を与えなかったら今後誰も戦うものはなくなる恩賞を与えろって言って揉めた結果ですね、はい、結局その会議はじゃあ今回は恩賞を与えようってなったんですよ。これはその常備軍、まともな常備軍がない状態で外から攻められた時に、うん、その現場の兵士が戦った時に政府がどうするかっていうことで、うん、これ例えて言いますと。あの まあ、どっかの国が、まあ、沖縄方面に入ってきたと、はい、えそれで、えー、と総理大臣がですねあの態度を明らかにしなくて、るに、はいはい、防衛出動を出さなかったと、うんでえー、現場の自衛隊が戦っちゃった時に、うん、それを認めるかどうかっていうことになるんですなるほど、今だったらなんか、前者の判断が下りそうな勢いですよね、<laughs> むしろ法律違反だ、憲法違反だっつってね。 ビリアンコントロールにしてねあの属してないとか言ってでなんか自衛官が罰せられたそうですよねでも平安貴族でさえこれは正しい正当防衛だというふうに言ってるってことここから僕ら学ぶこととがある思すそうですよねいやこの時のエピソードやっぱり皆さん覚えておいていただいて今後そういうことがあればいやかつて日本にも同じことがあってって言えますもんね。今日学んだのは、そういった形で、 あれですねどうやってこう武士というのが生まれてきたかということですけど、うん、なんか僕らもう武士っていうと平の清盛の頃に あの生まれ始めたんだというふうに並んでたんですけど、今日の時系列で見ていくと全然それより前にもう武士の始まりっていうのは起こっていて、うんでももう対外勢力とも戦っていたということ、それからまあ平野清盛のあごめんなさい平野のえマサの乱も実際はもういわば武士の戦いであったというようなことなんですね。ちょっと認識改めなければいけないなと。で清盛はこの後やりますけれどもこのマ門の 一族なんですよ。かとの一族で朝廷側に続いた人がいてその人が後に伊勢に流れていってそれが清盛の祖先なんでつながってます。なるほど。今日出てきた太宰府も言ってますしねお父さんがねわかりましたじゃあ次回は平清盛のところに入っていくということでい次回は「シーパワー兵士 VS ランドパワー鎌倉幕」ということで。ということで次回も楽しみにしています。